オルゲー県は、モルドバ中部の県。ルーマニア語での発音により、オルヘイ県とも呼ばれる。県とは、オルゲー。2012年の人口は12万5千八百人。ジョチウルス浴場遺跡堂地域には、石器時代から人が住んでいた。紀元前8世紀、現在のトゥレブジェに近郊の下体に、古代都市が建設される。紀元前2世紀、 ゲルマン民族の侵入によって下体は放棄された。12世紀、中世洋式の要塞が下体近郊に建設された。14世紀、ジョチュールスがこの地域を占領し、セフル・アル・ジェディルと名付けた。そこから1363年から1365年、アブドゥラー・ハン王はセフル・アル・ジェディルに居住した。しかし14世紀末、ジョチュールスは排除され、帝国は衰退することとなった。 ステファン三世時代、オルゲーは整備され、県都となった。16世紀中盤、古い都市は放棄され、北西に1 5トルの現在の位置に移動した。そして石の要塞は破壊された。1600年頃、イエレミア・モビラ王子は、都市の再建に失敗した。1665年、洞窟修道院が建設された。1773年、バティシ近郊に、 チュルチ修道院が建設された。1812年、ブカレスト条約の結果、現在のオルゲー県地域を含むベッサラビアは、ロシア帝国に割上される。これに伴い、ベッサラビア県が設けられ、オルゲー軍が設置された。1918年、ロシア革命によってベッサラビアは地域そのものが独立する形で、ルーマニア王国へ統合される。それにより、 同王国から土地区画整理をされた上で、オルゲー軍が再び設置された。1940年、独ソ不可侵条約の結果、ベッサラビアはソ連に占領されることとなった。1991年、モルドバが独立し、オルゲー軍が再度設置された。2003年、行政区分の変更により、オルゲー軍が廃止され、現在のオルゲー県が設置された。 ゴールゲー・オールゲー県は、モルドバ中央部に位置する。北から時計回りに、レジナ県、ゾイドニエストル地域、ドゥベサリ県、クリウレニ県、ストラセニ県、カララシ県、テレネシュティ県に接する。オルゲー県の市からウトガワ・オルゲー県の道路2010年11月28日の県議会選挙の結果、ありがとうございます。